えー、プーさんはじめましてこんばんはどうもはじめましてこんばんは、えー、自分の限界に達してしまったので相談というか現状を聞いていただきたいですと「えー、現状を聞く」はあ。えー まあい,いやとりあえず読んでみますか。現在私は心療内科に通っていて適応障害と診断されています、えー。給食というかフリーターだったのでバイトを一旦お休みしてから3ヶ月ぐらい経ったんですが全然回復しませんと、えー。最近になってひどくなってきました。 気、えー、死燃料も以前より強くなっているし不安感が毎日消えないですと、えー、聴覚過敏も、えー、最近になって急にひどくなってきました人の声というのを聞くのが耳を塞,塞ぎたくなるくらい辛いですと着物、えー、ちゃんの炎上や今の芝生の騒動もあり辛い中でも生きて 生きがいとしていたものが急になくなって自分の存在意義が余計わからなくなりましたと、えー、彼氏とほんの些細なことでも喧嘩をしてしまうのが辛いです、えー、本当に些細なことなんですと LINE の返信がちょっとそっけなく感じたとか、えー、好きって言ってくれないとか、えー、本当にその程度ですと えー、マジでしょうもないことなんですけど、それだけのことでピキッて減らって、客観的に見たらやばいやつだと思います。や、え、ば、ー、いやつですと、えー。適応障害と診断されたと書きましたが、正式にはあえてつけるなら適応障害と言われました。ん う、えーん。ああ、なるほどね。そういうことね、えー。診断書を書いて欲しいならそう書くと、えー。どうやら今通っている病院は患者にあまり病名をつけたくないスタンスらしくて、私は病名が伝えられたいのが不安で聞いてみたところそう返されましたと、えー。初診の時点で一番初めにうつ病ではないともはっきり言われました、えー。その時点で違和感は少しありました。でも適応障害ってストレスの原因になるものが明確にあって、それから、えー、離れたら症状って改善すると言われ、 てまますすよよねいいや別にそんななことないと思ってますよ僕は、えー、私の場合確かにバイトはストレスの一因でもあります、えー、でもバイト彼氏友達ほぼ全てからなるべく離れても全然改善されないですと通って1ヶ月くらいは少し安定しましたが最近は受診前よりひどくなったと思います、えー、今の時点で人生に希望が持てないし えー、もう何もしたくないし考えたくもないですと。えー、けど考え込んでしまう性格だし昔から人に耐えることを知らなかったせいか芝生みたいな爆発を鍵やかでやってしまいますと。えー、なんかもう自分がよくわからないですと本当に死ぬギリギリのラインに今立っていると思います。えー、睡眠薬だだっっていっぱいぱあるしししようと思えばできますけけどどどれだけしんどくなっ 死のうと思っても想像すするだけででリスととかはしないですとその後遺洗浄してきつい思いして最悪死ねずに高額な医療費請求されるのを分かってるしリスカも後になるから私はあえてやっていないだけでしょ しようと思えばいつでもできますとえー、本当に薄っぺらい理性でぎギリ保たれてるんだと思います多分酒に溺れることもタバコをバカみたいに吸うこともしてないですともうそれくらいでも褒めてほしいくらいです何回も何回も死にたいと思ってるし死んでやろうともう何回も思いますもうどうでもいいってとやっぱりそういう自殺ミスみたいなことはやらないと私は辛いのを分かってくれないんでしょうか えー、もう全てが辛いです発達障害があるかもしれないと相談してそんなものはないとはっきり言いやがった医者も意味わからないです、えー、それも私の不安材料だったからはっきりしてほしくて相談したのにああ聞くだけ無駄だったな相談しただけ無駄だったなって思っちゃいました何で私のことを何も聞かずに持論で否定できるんでしょうか全ての人間に不信感しかないです信用できませんいろんな不安があって毎日生きるのも辛いですうーん 昼夜逆転も治ってきたのに寝れずに悪化して昼に寝て夜に起きてます毎日何もせず実家でニートしてるのが辛いですでもバイトに行こうとしたらそれまでになかった胃痛や吐き気がぶり返します寝る前に緊張した時みたいな腹痛が毎日ありますとにかく辛いです体の硬直や動機もひどくて睡眠薬飲んでも寝れない日が続きます私は私がどうしたらいいのかわからないしどうすればいいのかわからないですいろんな人に生きてと言われますが生きてるのが辛いですどう生きたらいいんでしょうかと。 え次のあ次回の受診日に医者にどう伝えたらいいんでしょうか前にかんしっぽい癖があると言った時もそのことについて何も触れられませんでした、えー、別の病院へ紹介状を出してもらうのも一つの手なんでしょうか着物ちゃんのライブに行くためいろいろ準備してましたがそれもしんどいですもう行きたくないとまで思ってます正直チケット代無駄になってもいいです今のままだと1人で東京にも行けないですでも行きたいと。 行きたいって思いもあります意味わからないことに東海のライブも当たってますどういう不幸なんでしょうか私が押す人すべてが不幸になる呪いでもついているのでしょうかどそう考えないとしんどいくらいになってきてます私がこれから少しでも楽に生きていくためにはどうしたらいいのでしょうか変な こと相談してしししてててまっごごめめんんんななさささいいいい少ででもプーさんに助言たただきたいですごめんなさい長文失礼しましたということでちなみに今おいくつなんですかね21おーおー若いんですね今実家に住んでるってことなんですけど実家には誰がいるんですか母と私3人家族で弟はいますが県外に行ってるなるほど弟も働いてるんですか大学生お、あのー、母ちゃん1人で大学生おおすごいね母ちゃん。 え何母ちゃんは何働いててるって感じじなんすかじゃあ母はパートで働いてます多分。ってことはお母さんとの仲はそんなによくないってことですか昔は悪かった今は普通の家族だと思うじゃあ今どのぐらい3ヶ月ぐらい働いてないんだっけうんその前から出勤日は減ってたのですが完全に働かなくなったのは3ヶ月くらいですと、うん、で働いてないことをお母さんに何か言われたりすんの日常的にたまに言われる。 バイト入ってとか借金返してとか、うん、借金はお母さんにしてる借金いくら私の年金とか携帯代を立て替えてくれてるのでそれでですねと母が数万くらいえー、とちなみにえっ、ー、とそうなってくると大学生の弟の学費はえー、離婚したお父さんが払ってるってこと 離婚した父は一切関わってないはず養育費ももらってないって言われてた気がしますそうするとお母さんパート一つだけじゃないってことパパーートトつフルタイムのパートでまあじゃあそこら辺は <laughs> えっとまあ置いておいてえっ、ー、とあなたに対しての質問なんですけど過去にも例えばえっ、ー、と 今回この要は今自分で認識としてはうつっぽい状態なわけじゃないですか。でそう認識してるわけじゃないですかご自身で。そうなった時にえっとあります高校を中退したことがあるのでその時はうつっぽかったかもしれないですと母と母と包丁を向けられる喧嘩をした覚えがあります。なるほどそのの時にに高校を中退したのは単純に えーと留年するみたいなことになったからってことそれとも何か別の理由があって2年になった時クラスに馴染めない感じがして不登校っぽくなったとあと中学時代から昼夜逆転したのもあって起き,起きれないのもありましたうんなるほどねちなみにさっきのあのなんだっけお母さんに働けとかなんじゃかんじゃ言われたりすんのかっつう話であの バイト入ってとか借金返してとかたまに言われるっつってたじゃないですかそれどのぐらいの頻度で言われるんすか1週間に23回ぐらいだと思ううーんなるほどそれ結構しつこく言われるんですかそれともさらっとなんかもうそろそろ働いてとかあのー、って言われるぐらいなんですか頻度はそんなに高くない冗談まじに言われることもありますさらっとが多いお母さんに 今の自分の状況のことをきちんと話をしたことがあるきちんと話してないです。最初にしんどくて泣きついたことはあります。その時は適応障害と言われてませんでした。まあ適応障害のことはまあ言われた言われてない、まあ、適応障害がどうかっていうのはまあ別としてね。まず、えっ、ー、とあなたに1個今考えてほしいのはじゃああなたに娘がおりました。 あなたの娘がある時からバイト行かなくなりました。なんとなくしんどいって言ってます。でも何がしんどいかは聞いてません。話してもくれません。そうなった時に、なんて声かけていいかわからんくねそれ別にあなたに娘がいましたじゃなくても別にあなたの彼氏がでもあなたの友達がでも何でもいいんですけど。まずこの話、自分が今どういう状況にあるのか。 この3ヶ月間どういう思いで過ごしてきて、で、どういう状況、自分がどういう状況に今あるのか。っていうことを、まずきちんと、あのー、お母さんに話すべきだと思う。これは何かっていうと、やっぱりそこに住まわせてもらってるわけだし、で、自分3ヶ月間は働いとらんわけだし、で、その件をまず一番最初に、あのー、お母ちゃんにちゃんと話すことやな。うん。で、話して、もうちょっと時間くれって、 っていう話をお願いすること。これはきちんとお願いするんだよ。うん。だって自分今ただで住まわせてもらっとるんやから。な。だからそこお願いして、あの、ちょっともうちょっと時間くれっていうところで母ちゃんに話をして、で、その時間もらってその間きちんと自分が、今、まあ今俺、まあ俺がよく言う話なんやけど、今あなた自身の、えっ、ー、と置かれてる状況っていうのが、あの、簡単に言うと体温が40度ありますっていう状態なわけ。 ね。で、体温が40度ありますっていう状態の時に、無理してなんかしようとしたって無理やんか。できるわけはないんやから。で、やったとして失敗するんやから。うまくいかんくて。でしょ体温40度ある時になんか動こうとしたって無理やんか、そんなもん。ね。だから、あのー、今40度あるのに無理して動こうとする必要がないのよ。ね。で、 じゃあ今あなたが何をしなきゃいけないかって言ったら36度に戻すための動きをしなきゃいけないんだよ。で今じゃあ40度あります36度に戻すためにはまず一番何が必要ですかって言ったらお休むことお休みをすることなんですよ。体を休めること心を休めることなんですよ。だからまずはそこのあのー、お母さんに 理解をしてもらって、理解をしてもらう、理解をしてもらえるかどうかは別として、まずきちんと自分のある、今ある状況っていうのをきちんと説明すること。はい。で、それで、それをお母さんが理解してくれたらそこから休むこと、きちんと。なんか今までじゃあ3ヶ月間ね、あのー、なんとなくやらなきゃやらなきゃっていうところで、結局自分で、こ、あの、体は休んでたかもしんないけど、心は休んどらんかったんよ。 そうそうそう体は多分休めてますでしょね <laughs> 今まさに言ったことそう心がずっと休まらないですっていうのはそこよ自分もそれをきちんと説明しとらんわけで周りの人にね例えば母ちゃんやまあ彼氏はどうか知らんけどさ少なくとも母ちゃんにはそれを説明しとらんわけやんかそうするとさやっぱり母ちゃんもさねあのどういう状況なんかわからんしねな,なんでこの子は今ずっと休んでんねんっていうところでさ 本質的なところは分かってるわけやんか。まあ、なんとなく体調悪いんだろうなとかさ、なんとなくまあ、気分が乗らないんだろうなとかさ、なんとなくしか分かっとらんわけやんか。だからそこをきちんと説明して、自分が休める状況っていうのをまず作ること。ね。そう。でしょだって今、休める状況を作ってないところで、無理やり休んどるから、だから周りの人に対して、ああ、自分ね、あのー、働かなきゃ、 ねえ、ただただここにいるだけやしっていうところでさ、まあ、なんかいつか働かなきゃいけないなとかさ、こうずっと心が休まっとらん状態なわけじゃん。変な話、見えないプレッシャーみたいなものはさ、勝手に自分で感じちゃっとるわけやんか。な。だからそれをまず、休める状況を整えること。そう。で、今自分休んでもいいんだっていうことを自分に理解させること。それで心の、 心が少し休息できるかもしれないし、っていう。だからまず一個一個順を追っていくことだね。だからまずは、あのー、今ある状況っていうのを、まあお母さんの時間がある時に、ちょっとじ、ちょっと話があるんやけど、つって。ちょっと時間もらってええか、つって。ほんで、それで母ちゃんに、まあそれで、あのー、話をして、今こういう状況にあるんやと自分がね。っていうことをまず話すっていうのが一番最初。 で、それを理解してもらえるかもらえないかっていうのはもう、あなた次第。うん。で、理解してもらえたら、あのー、そこで、ね、あのー、まあ、母ちゃんに今世話になっとるわけやから、母ちゃんがまあ、OK してくれてるんだったら、それで、ね、あの、そこに甘えさせてもらって、んで、 休める環境を作ったからじゃあそこできちんと休んでいいんだって理解して休むことそうすりゃ心がちょっと楽になるんじゃないの彼氏には一応話してますがあまり理解してもらえてないようでうーんそうねだからそうね彼氏にももう一回一応話してるっていうところだとねちょっと曖昧だからまたもう一回きちんと話してみてでそれでどうかっていうところかなうん そ,うでそれでダメだったら変な話彼氏とは別れちゃいな <laughs> あの邪魔くせえだけだからそんなもん <laughs> って感じと、うん、思いますけどどうでしょうか、うん 私の語彙力では伝えられえ私の語彙力では伝えようにもちゃんと伝えられてない気がしますうん語彙あのー、人に何かを伝えようとする時に一番大事なのは語彙力ではなくて気持ちだね。うんあのー、気持ちがこもっていれば相手は語彙力が あのなくても相手の方はきちんとその表現しきれてない部分を想像してくれて補完してくれるからそうやって勤めてくれるから普通の人はね、うん、っていうことなのであの人に誰何かを人に伝えたいいときはは語彙力ではない気持ちの熱量だね、うん、それがあなたがどれだけ本気で伝えようとしてるかうまく言葉に出せなくてもそれでも伝えようとする思いがあるかどうか。 そこですだからあなたが勝手に「ああどうせ私なんて語彙力ないからどうせうまく伝わらないだろうな」って途中で諦めたら多分その場でもそれ以上何も伝わらないです語彙力がなくても、ね、言い回しが下手くそだろうが何だろうがこれをきちんと伝えなきゃいけないっていう思いがあれば相手がきちんと「ああこれは何を言おうとしてるのかなこういうことなのかなああいうことなのかな」って一生懸命想像力働かせてくれて話を聞いてくれると思います。 そこで諦めるか諦めないかっていうところが伝わるか伝わらないかのポイントです。はいっていうことですかどうでしょうだから最後まで諦めずに伝えようとする思いですねそれが大事ですいいえ。 どうですそんな感じで大丈夫そうですか <laughs> 後日また病院行っってて頑張ってみまますすそうっすね、うんまあ病院行く行かないは別にしてね、うん、あの何すかねあの診断がうんそう診断がいるって話じゃねえからそこはあだから診断がどう行くだろうがあ,のあなたの心がどうなのかっていうことをきちんとお母さんに伝えられればそれでいいと思うんでうんっていうことかなはいだから親にもうしっかり伝えてみますということで。 そちらの方が大事じゃないですかね。うん。っていうことでございました。はい。まあ、頑張ってみてください。ということでした。以上でーす。ばっということでございました。